今日はですね、鴨居港の、金葉ボート店さんから、ボートの手漕ぎボートのカレーを狙おうということで今出たところなんですけど、今まで斉藤ボートさん使ってたんですけど、もう廃業されたということで、唯一残っている金葉ボートさん、から借りました。今漕ぎ出したところで、今日は、風が吹かない凪の予報です。これからこれでポイント行きます。10分そこそこで、ポイントに着きました。あれが多分のり棚だと思うんですけどね、2つぐらい入ってます。それの角の沖側ですね、黄色い部位が出てますけど、今アンカーを入れて、ちょっと北風なのかな、ちょっと吹いてますけどね、問題ないと思います。じゃあこれから釣り開始でやってみたいと思います。何かなと思ったらイイダコがかかってました。あれだけつけた餌が全然ないですね。イイダコちゃんでした。何かコツコツ当たってるなと思ったら、正体はキュウセンベラでした。なんと9時5分を回りました。今ポイントをちょっと前に変えて、アンカーが落ち着いたところで、3本目の竿を出しました。あそこが、黄色い部位の角ですね。風は北北東だと思います。昼ぐらいに南寄りにそっと変わるという予報になってますけどね。水深はね、さっきと同じぐらい、およそ10メーターですね。さっき根があって、根がかりがちょっとあったもんですから、ちょっとポイントを移動して砂地帯、あそこはさっき言ったとこはあの部位のところの近くなんで、まあ周囲にもこっち投げると多分向こう投げると、根がかりするかなっていうか、根が多いところみたいなんで、ここでちょっと粘ってやっています。10時40分だっけな、潮変わり、干潮になるはずです。これから、10時半ぐらいまでがちょっといい時間帯かなと思ってます。いい苗で、苗ですね。ボート釣りには最適です。これで釣れればいいんですけどね、今のところイイダコとキュウセンベラだけですから、頑張ります。鳥の正体はこのフグですね。サバフンかな。こいつが青い染めをバリバリ食ってたという感じですね、多分。まあ、参りました。結局いい引きだったんですけどね、キュウセンベラのちょっといいやつ、いい方、ゴンゴンゴンってきて、カレーなのかなと思ったら残念でした。キュウセンベラでした。残念。いい引きだったんですけどね、また同じくキュウセンベラ、残念です。残念でした。活性は高くなってきましたね。ゲストが多いんですけどね、カレーからの当たりはまだ来ません。チャンスです。餌取りの正体、キュウセンじゃなくて今度はオハグロベラですね。これまあ飲み込んでますね。まいったな、もうしょうもない。もう当たりはあるんですけどね、天気も良くていいんですけどね、本命のマコガレイからの当たりは何もないです。下道の当たりばっかり活発ですね。参っちゃいますね。トラギスです。いやー、仕掛けを変えて、ボート下に落とした途端にカカカカンって言って、いやー、カレーは釣れませんね。活性高いのはもうザコばかり、餌取りばかり、フグに張り付けられたり、もうどうしようもないですね。場所さっきも離れて、フグを回避してちょっと移動したんですけどね、ダメですね。もう11時回りました。いい投げなんですけどね、ダメですね。とうとう12時になってしまいました。一番いい時間帯、フグにやられたり根がかりで仕掛けロストしたり、
3本竿を出していると結構忙しいんですけど、気がついたら昼の12時になってました。餌、青い染めとオレンジ染め、もう残り少ないので、これが終わり次第、終わり次第というかなくなり次第、もう戻ろうかなと思ってますが、時々当たりがあったりするんですけど、これほとんどねフグないしはベラの類ですね。いや、当たりがあるのはいいんですけどね、全然カレーからの当たりじゃないので、がっくりです。さっきのフグ、また捨てるとまたこいつが餌を食ってくるんで、今バケツの中に入れてあります。この中にはイイダコがいるんで、炭で黒くなってますね。参りました。あと1時間もできないでしょうね、残念です。いい薙なんですけどね、薙直ですかね、残念でした。まだもうちょっとありますけど、もう餌もないんでね、あと1時間以内に起き上がりかなと。お酒が動くのは面白いんですけどね、そんなとこです。風は冷たいですね、天気はいいですけど、残念です。なんとこの大きな針にかかったのがハゼ、の類ですよね。何ハゼなんだかちょっと分かんないですけどね。餌取りの雑魚ばっかり元気で、いやもうあと30分やるかやらないか、餌が終わったら帰ります。ベタなぎですよね、湖状態になってますけどね。残念です。本命坊主ですね。